はいどうも、B モレルです。まず今日の本題に入る前にちょっと昨日の動画についてちょっとね説明しようと、昨日僕は甲子園球場に楽天の応援をしに行ってきたんですね。これはなんでかっていうとね、まあ僕自身楽天の応援歌が大好きで、楽天の応援歌が今年で2019年一新されて、まあね残念ながら発表された当初っていうのはまあ批判もすごく多くて、でも僕自身は楽天の応援歌それでもすごい好きでしたし、まあ、あとねその逆風を受けながらも楽天ファンを引っ張っていく陣俊雄さんの姿にすごい心を打たれて、今シーズンいつかね、陣俊雄さんの指揮する下で楽天の応援歌を歌いに行きたいなっていうのがずっと心の中にあったんで、まあ、せっかくね交流戦甲子園で楽天戦がやってるということで、まあ、もう交流戦終わったらねもう関西でやってる楽天戦京セラしかないんでもうそれはいけないんでね、せっかくなんでもう甲子園で楽天戦これは行こうかなということで、昨日行ってきてまあ楽しませてもらったんですけど、オリックスファンを公言して普段一生懸命オリックスを応援している僕がね、まあ、急に楽天の応援をしだしたということで、まあ、それでがっかりされたり不快に思ったりされた方がいらっしゃるんであれば本当にそれは申し訳ないです。お詫びを申し上げます。今後はねまあオリックスメインの応援チャンネルという自覚を持ってねまあ行動していきたいと思っております。ただ、プロ野球全体の応援歌も僕は大好きです。そこはちょっと皆さんにはね分かっていただきたいです。はい終わり、もう暗い話終わり。さあ今日はオリックス気持ちいい試合をしてくれました。おりほ、僕楽天 TV 契約してて広島戦がね映らないんでちょっと今日の中継は見れてないんですけど、まあ、一球速報に張り付きながらの観戦やったんですけども、まあだからねちょっと印象的なねシーン、あと活躍した選手をね今日は褒めていこうと思っております。まずは、先制タイムリー、そして今日4安打中川選手。中川選手最近また好調ですね。ルーキーと思えないね打撃センス。中川選手ドラ7ですよ、ドラ7。よくドラ7にそんな掘り出し物が隠れてたなと。まあ、中川選手ね PL 最後の選手とか言われてますけど、もうそんな肩書きいらない。もう君はオリックスの中川圭太だ。もうオリックスの未来を担っていく中川圭太です。そして若月選手、若月選手も今日、一時は勝ち越されたんですけど、そこから同点タイムリーを打ってくれました。若月選手ナイスハッスルです。打率もねちょっと若干上がってきてんかな。あとは2割ぐらいにね、まずは2割に乗せていただければね、今ねちょっと伏見選手もね怪我でいない状態で結構ね若月選手に対する負担っていうのもね増えてくると思うんですけど、まあ、そこはね、まあ、頑張りどころ、まあ、もちろん若月選手以外にもねキャッチャーいるんで飯田選手とかね、あ高城選手、山崎勝樹選手とかそういうところねバックアップもしっかりしてもらって、で伏見選手の穴っていうのをねカバーしていってほしいですね。そしてエプラー選手、エプラー選手の勝ち運すごいですね。8回に投げた後にね、まあこれは後から言うんですけども逆転をして勝ち投手ということでもう3勝目ね。このエプラー選手の勝ち運をちょっとね先発投手の援護の恵まれない方々にもちょっとね恵んであげたいですよね。でもエプラー選手本当に大好きなんで、嬉しい限りですね。そしてなんといっても最後逆転ツーランホームラン、吉田正尚選手。最近ホームランがね止まってちょっと心配やったんですけども、やっぱり大事なとこで打ってくれるんですね。今日も映像は見てないですけど、まあ、弾丸ライナーやったらしいじゃないですか。さすがマッチョですね、本当にもう筋肉は正義もこれな。マッチョマッチョめーあーがちょびーやマッチョマラビアマッチョマッチョ。そして今増井選手が不在のが抑えを務めてくれてるのはディクソン選手。ナイスセーブです、ディクソン選手。まあ、ディクソン選手もね、まあ、僕ずっと思ったんですけど、まあ、ずっとね、去年とか先発で不調やったんですけど、中継ぎとか抑えやったらね、結構やってくれるんじゃないかなと思ってたんで、ディクソン選手もね、衰えとかあるかもしれないですけど、短いイニングやったらね、まだまだやってくれそうです。ポンちゃん、ポンちゃん。まあ、昨日なんかオリックスのユニフォームも着てへんかったけど、今日はちゃんと着てんな、ポンちゃんな。やっぱお前、バファローズポンタや、ポンちゃん。かわいい接しやす。白い粉にこんな傷つけられても、めげないポンちゃん、こんな傷つけられても笑顔のポンちゃん、いやーけなげやなお前、接しやすい、かわいい、接しやすい。交流戦あと2試合この土日ね、もうあとはもう全部買ってもらって最後広島サンタでしてね締めてもらいましょうや。そして明日の先発は B モレル見てくれてるアラニス選手でございます。アラニス選手ね、前回のピッチングは6回無失点とね好投してくれたんで、明日もねこの勢いで頑張っていただけですね。
アラニー選手頑張ってください本当に。明日も絶対勝つぽーん。チャンネル登録お願いします。